今日の動画は材料2つだけで簡単に作れる美味しい料理を紹介したいと思います。今回使ったのはスーパーで普通に売っている鶏の手羽先です。まずこいつの水分を手ぬぐいで取っていきます。水分が多いとね、油が跳ねちゃうのでしっかり取っていきましょう。ちょっとカメラが揺れておりますけども、置くとこがちょっと悪くてですね、地震のようになっています。で、骨折させますね。この関節のところもバキバキと折ってください。なるべくまっすぐした方が食べるときに、格好がいいというか食べやすいと思います。個人的にですね、全部こうボキボキ折っていくんですけれども、実際に生きてたらねちょっとかわいそうかな。しっかり全部折って、次は油ですね。これ僕は米粉油ですかね、中火でちょっと温めています。で、温めている間に竹串でちょっと形を整えておきます。これをしてないとですね、エビが丸々みたいにこう途中でね丸まっちゃうんですよね。なのでこう少しずつこう串を刺していきます。ちょっとね温度が低かったのか、ちょっと初めこうなかなか上がらなかったんですけど、しばらくしたらね温度も上がっていい感じに上がりだしましたね。水をしっかり切っていたので今日はねうまく上がっています。料理ってねやっぱこう素材の味がやっぱ結構僕はね重要かなと思ってますね。なんかいろいろ調味料を混ぜたりとかもいいんですけど、結局もう塩コショウのこのシンプルなものが僕はね一番好きですね。これ一番うまいですよね。なんかこう僕みたいな料理下手くそなねアラフォー男子でもこれさえ作っとけばかなりお酒とかもね楽しめます。もう本当にめちゃくちゃ簡単なんで、家にねガス、家にコンロとかある人はねぜひねこれちょっと作ってほしいんですね。5分ぐらいかけて揚げたら割とこういい色になって、鶏皮のとこはねパリッパリになるんで、ぜひねこれやってみましょう。僕これ息子が好きでね、朝これ揚げてるんですけど、この最初に揚げたのはね全部息子が食べましたね。本当に僕もこれ好きで、月に何度もねこれ食べることあります。また手羽先がね結構安いんですよね。今こう物価も上がってね、お肉とか結構高いじゃないですか。このね手羽先はね 100g も100円もしないんでね、鶏胸肉に次ぐ優秀なタンパク源だとね僕思ってますね。これ第2陣もこうしっかり当てていきます。ちょっとね今回はね火がちょっと強くなりすぎたのか、ちょっとねブクブク怖かったですね。でこれ上がったやつをね早速味付けするんですけど、冒頭も言ったようにもう材料はもうこれ牧島、これ熊本か宮崎かどっかの、魔法の粉みたいな感じなんですけど、もうこれかけるだけでね、プロの味付けみたいな感じになります。もう本当にめちゃくちゃうまいんですよね。胡椒とかブレンドとかしない人だったらこれさえあれば料理がもう格段にプロの味に近づきます。ステーキとかにもね結構おすすめなんですけど、これ昔アルバイトの女の子がくれてからもうずっとこれ買ってますね。最強っす、マキシマム。本当に、いつか案件ください。僕マキシマム待ってます。もう20年は使ってますね。とにかくめちゃめちゃうまいです。だいたいスーパーに売ってるんじゃないかな。ちょっとね他の塩コショウで言うと高めなんですけどね、めちゃめちゃおすすめです。あれさえあったら OK です。で最後にちょっとパセリを、飾りで置きまして、隣に、レモンですね。これは結構お好みなんですけど、やっぱり料理ってねこうまず目で楽しむのもね僕は大事と思います。レモン、これちょっと味締める感じですよね。2本食べて残りはレモンで締めるという。
ですね、まあ、おしゃれにできましたね。でこれ息子に全部取られます、うん、それからこれが第2陣ですね。これはちょっと僕は食べようと思ったんですけど、これもねちょっと息子に取られちゃいましたね。計息子が7本食ってしまうっていう、まあ、悲劇的な状況なんですけど、まあ美味しかったんでしょう。まあそれでね、よしとしておきましょう。とりあえずまたさっきのように塩コショウで味付けですね。もうこれだけでいいんですよ。もうめちゃくちゃ簡単でしょ。誰でもできる、これね。ただ水で拭いてあげるだけ。もう串もめんどくさい人は、まあ、正直しなくていいです。これね、居酒屋で出したらね、マジでね、売れますよ。本当に。めちゃめちゃうまいんでね、ぜひやってください、これ。塩コショウもね、マキシマムかけとけば、ほぼ正解です。もうこれで優勝します。あとはもうビールがあれば、めちゃめちゃ最高。はい、じゃあ早速ね、食べたいと思います、僕も。どうですか？いい感じでしょう。まあ、プロのね、料理みたいに見えると思います。これ食べるんですけど、これね、口、そのままいかない。コツがありましてね。これまずちょっと串ね、抜くでしょ、これ。これ串を抜いて、まあ、どうするかというとですね、この先ほどこう、骨折させたとこのとこがね、これ、プリって取れるんですよ、これ。わかりますか、これ。取れたら。これ取れたら、もう取っちゃう。うん、全部取っちゃう。で、さっきのちぎったところから口に入れて、あと引っこ抜く、これ。スッと。もう肉全部取れるんですよ。もう最強、これ。ね、食べやすい。でも全部食べちゃったんで、終わろうかなと思うんですけど、やっぱ締めっていうのはね、いりますよね。じゃ締めをね、したいと思いますんで、これ、まずこの肉、肉をね、こう入れておく。鍋に。で、もう、一緒にパセリなんかもね、ちょっと入れちゃいましょう。で、これを火にかけます。ね、火かけましょう。火かけるときに、一緒に、まあ、水ですね。これ水500g、500ml かな、入れてますかね。で、こう沸騰させます、しっかり。ね。中火よりちょっと強め。まあ、強火ぐらいでもいいですね。で、しっかりこう、火をかけていくと、こう、出汁が出ますね。鶏ガラっちゃうんですかね。美味しい出汁が出ます。で、この、出汁が出たら、このね、骨も吸ってちゃいます。もうさすがにもう、栄養もすっからかになっちゃってるんで、これ全部、取っちゃいましょう。いらないです、これね。もうね、もうよくやってました。もう最後の最後までね、取り手は楽しむって。で、登場したのは塩ラーメン。これをね、入れてあげるとね、最強にうまくなります。塩ラーメンが何でいいかというとですね、これアレンジがね、めちゃくちゃしやすいんですよ。味がシンプルなゆえに、他のものと組み合わせしやすい。ね、これ、粉末のスープはもう初めに、こっちに入れておくと、ね。これがめちゃくちゃうまい。まあ、シンプルに食うのもありなんですけど、僕はこうやってちょっとアレンジしますね。冷蔵庫に残ったウインナーをちょっと入れて。はい、スープはね、こうめちゃくちゃ濃厚になるんですよ。うまいんですよ、これが。温めてちょっと汁を入れまして、だいたい汁は完成ですね。で、まあ、あと、さっきの茹でた麺をね、ちょっと固めの、麺をちょっと入れておきます。で、あとは冷蔵庫に残ってた具材なんかをね、こうやって入れる。これはコーンですね。と、強化的なネギ。で、本当はね、ごま油がかかったんですけど、なかったから、まあ、塩ラーメンってことで、ちょっとバターなんかも入れて、で、付属のごま、これかけて、あと黒胡椒。はい。もうこれ完成。OK。最後の締め。どうですか？もう優勝する。めちゃめちゃうまいです、これも。これはね、ちょっと食べていきたいと思います。今ね、ダイエット中なんですけどね、こんなの出されてないね。もう我慢できない。食べる。いつも食べちゃう。あ、うまっ。これはうまい。うまっ。ラーメン。ちょっとね、僕は奥さんがいますけど、ちょっと食べてもらいましたね。めちゃめちゃうまいわ。うん、美味しい。で、ウインナー食う。麺、入ってますね。全力で吸ってますね。うまそう。めっちゃうまい。またちょっと編集中もね、ちょっとめちゃくちゃ腹減りましたね。うまそうに食うな。うまそうに食うな。これ。食べる。もうね、なんでね、このラーメンっていうのがね、日本人好きなのか、ね、もう一瞬でね、こう、わかる。
これはうまい。もうね、ずっとすすってたよ、この塩ラーメン。もうね、スープがね、またね、ちょっとね、鶏ガラにすることでね、味がね、深くなるのよ。そのスープを吸ったこの麺がまた、うまい。はい、ということで、ごちそうさまでした。また、こんな感じでね、動画撮っていきたいと思います。